はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police の160日目になります。続きをプレイしていきたいと思います。まず1締め、エナジーヴァンパイアが実在することで緊急で明らかに。エナジーヴァンパイアのイメージが全くつかないけど、どんなんなんでしょうね。フリーバグ警察の崩壊、すべてロジャーズの責任。これ市長の責任になってくれてるんだ。ゴールデンバードに関しては全然いいですね。でもう一紙、ザ・ファクト、ロジャーズ市長死刑に秩序をもたらすと約束。なんかいよいよロジャーズ市長との全面対決が現実味を帯びてきましたね。さあ今日はゴーディンがテレビ番組の収録を見に行きたいんです。ずっとテレビで映りたかったので休暇を取ってもいいですか。まあ有給休暇だったらいいよ。この私のバンドが病気の子供たちのためにチャリティーコンサートを開くんですと。まあいいでしょう。ケネディ、疲れすぎてフラフラ。まあそういうことならいいよ。今日はご覧の婦人か。 1,2,3,4,5 人だけ。シフト B チーム5人か。ちょっと厳しいな。5人で回せる自信ないけど、まあなんとか5人でやるしかないですね。そうは言っても、予算を削減してもらうって来ましたね。あ、そうだよね、5人なわけないもんね。まあ5人なわけなくて削除すると言われていて、空きスロットがないと。誰をさ捨てるかっていうことですよね。バンダールはもう捨てられないのか。そうなるとクーバーだな。すまんクーバーで、児童の性的虐待のところは警官を、派遣していきましょう。ここはミルサップにゴーディを派遣しとけば間違いないでしょう。で、早速今日は事件がちょいちょい起きてますね。支援のリクエストか。まあ、ただ何もできないじゃんこれ。違うな、こっちからだな。迷惑行為ですね。薄汚い路上生活者がもう数時間も517番バスに乗っており、後部座席一帯が汚れと一臭に包まれている。一人の女性が金銭を差し出したが、その男は女性に向かって怒鳴り始め、彼女の手に何回も噛みついた。これでもバスに乗るのはどうなんでしょうね。無賃乗車なのか無賃乗車じゃないのか。ここはそうだな、沼田とビアード、この怪しいビアードを連れて行ってもらいましょう。で、レストランワイズドラゴンでの窃盗事件。ウェイターを逮捕してほしいとサフィン氏から要求。釣り目の嫌なやつが俺のコールドのタバコケースを盗んだんだ。祖父からもらったものなのに。これが事実なら完全なる窃盗ですからね。じゃあここはサヌおじさんにブルーミングデール。なんかこのブルーミングデール顔がいっちゃってて怖いんだよな。2000ドルで3人の葬儀ですね。シンプソンちゃんもね、死んじゃいましたからね。シンプソンちゃん、さあストリップクラブでの人質事件です。VIP のエリアに忍び込んだ女がストリッパーを人質に取った、女はナイフを持っている、本気だぞとクラブの警備員は言った。いやこれはね、男を派遣しましょう。目が血走っているオハンラハンなんとパワーズ、さらに大城さんにも行ってもらおう。3人で楽しんでこい。犯人は無事逮捕したね。よし、事件も解決しました。さあまず窃盗の方ですが、トイレに置き忘れただけ、ゴールドのタバコケース、とんでもない迷惑だな。で、続いての迷惑行為の方は沼田とビアードのパパは OK ですね。もう日が暮れるのも早いのか、サンセットな雰囲気を醸し出してるこのフリーバーグですが、
ストリップクラブですね。ひざまずくストリッパーの隣にはナイフを持った女が立っている。ストリッパーって何？男のストリッパーなの？女はナイフでストリッパーの方をなぞると、お前の罪は浄化してやると叫び始めた。男のストリッパーか、申し訳ない。ほんと申し訳ない。おはんらなんに、パワーズ。さらに、ね、大城さんと。大変申し訳ない。男のストリップだったんだ。ナイフの女に狙いを定める。罪のない人間なんかないぞ。ナイフを捨てて話し合おう。ナイフを奪い取る。まあ、ナイフの女に狙いを定めて、テザー銃で撃ちましょう。いやー、ストリップクラブだぞって来て喜んで行ったと思うんですけど、申し訳ない。男のストリップクラブでしたね。児童虐待事件です。リチャードソン夫人は学校で不作法な態度を取った息子に罰を与えようとした。息子にバレリーナの衣装を着せ、ウィッグや下着、そして女性用の靴まで履かせてスーパーへ連れて行った。これを目撃したレジ係は警察に通報。息子を連れてた親がいるの。見せしめにして息子を怒鳴りつけているわ。これでもう懲りたでしょうと言っている。気が狂っているわ。この女に早なる資格なんかない。早く子供を助けてあげて。まあ、確かにこれはね、子供にとってトラウマになりますからね。ゴーディーにスペイン、この二人を派遣しましょう。さらに自殺予告ビーチです。ビーチで日光浴をしていた少女たちは、この時期の日光浴ビーチか、風が強そうだな。男がレンガを首に巻きつけて海に飛び込むんだのを目撃。急いで、ここは私たちしかいないの。しかも全員泳げないと。まあこの冬で雪も舞ってるような感じですからね。でさらに言うと、この時期ってね、風がね結構冷たかったりしますよね。お肌にも良くないんじゃないかな、吹きさらしのところは。やっぱり乾燥はお肌に良くないですからね。なんかロジャーズがなんか仕掛けてくるかなと思ったら、特には仕掛けてこないのかな。物語が終わった後に仕掛けてくるかもしれないです。売春だ、ルート22。私の夫がまた安物ブランデーを飲んで友人たちと売春宿に行ったの。数えね、切れないくらいの売春婦がいるのよ。うわ、最高だわ。でも警察は何もしようとしない。対応してくれないなら私が車で全員投げ倒してやるわよと激怒した。イダ・マルチネスから通報。いやー、ルート22の売春宿行こう。さっきちょっと申し訳ないことをしたんで、おはんらなんに、パワーズに、大城さん、この3人でちょっと楽しんできてくれ。児童虐待の方は犯人逮捕してますね。まあ、このコンビも安心感ありますね。で、自殺予告の方は誤報かな。いや大丈夫だね、ちゃんと捕まえてます。まあ、プラド出してますしね、きっちり対処してくれました。なんか連続で事件が起きるな。まずはゲット地区での売春。ここも売春？毎日あの角にある店でタバコを買うんだ。そうすると毎回化粧して胸をあらわにした売春婦が俺の車に近づいてきて、遊びに行かないかって聞いてくるんだ。もう何回も相談してるだろ、売春婦たちを追い払ってくれないか。いやー、これ可愛いかどうかによるな。ここもサヌに、千葉市っているブルーミングデールに行ってもらおう。もう好みの順番で事件をさばいてるとしか思えないんですけど、まず市内ですね、破壊行為。正体不明の人物が公衆電話のブースを打ち砕き、電話を引っ張り出している。質屋を経営するアーネスト・アーウィンは単独犯なのか複数犯なのかわからないが、この犯人は少なくとも4つのブースを破壊。いや、4つも破壊したの。ここがじゃあプロクターにベイガー。沼田ビアードコンビはね、安心感あるコンビとしても実績があるんで。放課後にサッカーをしていた高校生たちがクラブ・ジェンキンスの家に窓を割ってしまった。クララか、クララ・ジェンキンスですね。クララは激怒。今月はこれで3回目、警察を呼んであの悪ガキどもに罰を与えたい。まあこれは弁償の話ですよね。民事とかの話なんじゃないかなとは思うんですけど。さあ、もう事件はいらないかな今日は。ルート22の売春宿ですね。ほとんどの売春婦はチリチリ逃げたが、一人は明らかに無関心で、オープンカーの窓から顧客と交渉。なんかすげーセクシーだもんな、この時点で。逃走した売春婦たちを追う。他の売春婦たちを見逃し、目の前の一人を現行犯で捕まえる。パトカーで売春婦の逃走を阻止する。どうするこれ。全員見逃してあげたいんだけど。まあ、一人だけにしようじゃ。他は見逃す。全員見逃してあげたい。本では殺人事件ですね。メイドの通報によると、家の主人が車椅子に乗った金髪の妻を階段から突き落としたらしい。なぜあんなことをしたのか理解できない。本当に仲が良さそうだったのにと言ってますね。じゃあここはゴーティエにスペインに行ってもらおう。まあ所詮家庭内の話ですからね。
状況は思ったより深刻、破壊行為ですね。これでも、たかだか公衆電話の破壊って話だったと思うんだけどな。今日、視聴者では、公務員向けの非常に重要なセミナーを開催、無能な人材を喚起するのが目的だ。熱心に聞いてメモを取り、そして質問もできる警官をよこしてほしい、興味があるふりだけしてくれればいい。これ、プラド、大丈夫でしょう。言ってもらおう。一人残しておいてよかった。でもこんな時間ですよ。22時半。さあ、売春の方は、事件解決したね。で、器物破損の方も大丈夫だね。さあ、もう本当に事件いらないっていうところで、事件来るね。ラストピクチャーシネマ。クレイジーアームズという映画の上映中、年配の男が隣の列でキスをしていたカップルに発砲。劇場の支配人は警察に通報。男は観客たちに席を立たないよう命令して上映を続けるよう要求。発砲までしたか。じゃあ、ここ、ハンハラなんに、スワットチームも出そう。もう今日は、凶悪事件はないでしょう。さすがにね、こっからさらにスワットチームを出さなきゃいけない事案が起きるのかという話なんで。じゃあ、誘拐の方は、写真が見つからないか。ちょっと誘拐事件の方は捜査員増員しますか？殺人事件は大丈夫だね。破壊行為の方も犯人逮捕と。そうすると、ちょっと刑事を誘拐事件の方は増員しましょう。と言っても、もう4人入れてるんだけどな。さらに刑事いる？まあ、ここじゃアームストロングにグラスゴーも入れましょう。グラスゴーも。ドレッダウェイがダメなんだよね。ドレッダウェイが能力が低すぎる。さらにゴーティンも入れて、この体勢だったらさすがになんとかなるでしょう。もう時間がね、あんまりなくなってきちゃってますからね。で、暴行事件の方も刑事を増員しましょう。残された期間内できっちり事件を解決していきたいんだよ。お、今日仲間たちとポーカーをやる。一緒にどうかな。いや、行きましょう。ポーカー、ポーカーやろう。ポーカー、お金はいくら持っていく？まあ、3万ドル。いやー、ここチキンなんで1万ドル。1万ドルって言っても100万ですからね。300万持ってく？ 300 万持ってこう。ここは一発逆転を狙わないとね、もう500万ドル、たまらないんで、50万ドルか。たまらないんで。さあ、今日も、勤務を終えたんで、この後はポーカーで一花咲くぜよ。さあ、ポーカーが始まったぞ。ジャックかノーペアだもんね。ここはどうする？ベッドだな。ノーペアじゃ勝ち目ないからな。どうしようかな。まあ、ここはレイズしとくしかないな。いや、厳しいな。どうするかな。ベッドするしかないね。よし。ここもノーペアで来るのか。いや、ここはもうギャンブルはやめてこう。清算して終了。全然勝てた気しない。いや、これちょっとでもしょぼすぎるよな。いや、ここもないわ。
お、スリーペアだったら勝負になるね。あ、スリーペアか。いやー、結構難しいな。まあ、ここはもうこんなもんでいいだろう。やっぱりね、ポーカーよりも、バカラですよ、バカラ。あ、しかも物語何にも進まないんだ。残念だな。そしたら、今回160日目ね、プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き161日目、本当に残り少なくなってきましたね。プレイしていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ、ツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。